アメリカコロラド州、ロッキー山脈を望むウェットマウンテンバレー地区です。標高が高く空気が乾燥しているため、古くから天体観測が盛んに行われてきました。今も地域の愛好家が手作りした天文台で星空観望会が定期的に開かれています。星が多すぎて星座を見つけるのが難しいくらいです。人口1000人余りのこの町は2015年国際クライオゾラ連盟に加入しました。町のすべての街灯にカバーをつけ、上の方向に光が漏れないようにしています。高台から見下ろすと確かにとても暗く見えます。しかし通りは十分歩ける明るさです。町の明かりはすべて上の夜空ではなく下の通りを照らしています。空を見上げれば天の川までくっきり見えます。この町はかつて広大な草原で放牧する昔ながらのやり方で牛を育てていました。しかし近代化の波に飲まれ、伝統的な畜産業は衰退、町の人口も激減しました。かつてのにぎわいを取り戻すために注目したのが、この地域ならではの美しい星空です。以前は観光客が来てもせいぜい日帰りでした。でも今は遠くの大都市からも多くの人々が訪れ、この街で夜を過ごすようになったのです。この街に魅せられ、わざわざ他の州から移住してくる人もいます。夜空を見上げると天の川が地図に書いてあるかのようにくっきりと見えました。それがあまりに美しかったので、この町に移住することに決めたのです。星空が美しいロッキー山脈の町、住民にとっては当たり前の恵まれた環境を生かして星の町として蘇りました。